アガニア・グアムから世界に向けて希望の声をお届けしています。The Words Today。 この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。今回は全世界で最も大切な共同体についてお話しします。それは家族です。家族は最も基本的な社会の構成単位なので、悪魔が実に多くの攻撃を家族に対して仕掛けてきても不思議ではありません。神は男と女を作られました。家族という共同生活の単位を作られました。神が作られた男性と女性からなるこの共同体を通して、神は子供を生み出されます。家族という観念は、神が考え出されたものです。これは厳然たる事実です。ですから悪魔は、家族を執拗に攻撃するのです。ポルノのせいで、私たちの家庭が崩壊するのはどうしてだと思いますか？キリスト教会においてさえも、離婚が多いのはどうしてだと思いますか？とても残念ですが、実際にそうなのです。世や不道徳、不誠実、そしてポルノがキリスト教会にも入り込み、それが原因で多くの人々が離婚に至っています。世はクリスチャンの家族にも影響を与えているのはとても悲しいことです。例えば、同性愛のことを考えてみましょう。これは家族という単位を壊そうとする悪魔の働きです。男同士でも同じことだと主張し、男同士の結婚さえも認めようとする動きがあります。このような我が国や世界の各地で起こっている動きは信じられません。正直なところ、この点に関してアメリカよりもひどい国があります。神が作られた家族という素晴らしい観念に対して攻撃が加えられているのがわかります。まず夫婦関係から見ていきましょう。子供はもちろん家族の構成員ですから、子供については後で話しますが、家族とは夫と妻から始まることを理解してください。では、夫はどうあるべきで、妻はどうあるべきでしょうか。それに関して、新約聖書の後ろの方にあるペテロの手紙第1の3章に、妻と夫のあり方が書かれています。そこには、夫がクリスチャンではない場合についても書かれています。パウロは、クリスチャンはノンクリスチャンと結婚しないように警告しています。クリスチャンではない人と愛し合うようになることを考えてはいけません。一定の年齢になれば、誰かを愛するようになります。時間を一緒に過ごす人や、関心を示してくれる人や、親切にしてくれる人や、何らかの活動を一緒にする人などを愛するようになります。最初に愛する人が唯一の人で、他にはいないと考えがちですが、その人が未信者であるなど、何らかの問題がある場合は、そのように考えてはいけません。もちろんあなたは、その人をキリストに導こうとするでしょう。その人が教会に一緒に行き、イエスについての話をし、改心に導かれるなら、それは素晴らしいことです。けれども、その人が頑なに信じようとせず、神に関心を示さないなら、そのような人は避けるべきです。そのような人との関係は、やがて問題が生じるようになるからです。ここでペテロは、未信者と結婚している女性について語っています。そのような状況が生じる場合があります。結婚した時は、夫婦ともに信仰者ではなかったけれども、結婚しての後に、妻がクリスチャンになり、夫は信仰を持たないという場合もあります。ペテロは、そのような女性に対して、どう行動するべきかを勧めています。とても大切なことが書かれています。同じように妻たちよ、自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって、神のものとされるようになるためです。ペテロの手紙第1、3章1節。夫に対しての勧めは、
7節に書かれています。クリスチャンの夫が、その妻に対してどう接するべきかが記されている素晴らしい箇所です。クリスチャンの夫と妻は、イエス・キリストと教会の関係を表さなければなりません。教会は、花婿であるイエス・キリストの花嫁です。だから聖書では、キリスト教会は神の家族と呼ばれています。私たちは神の子供なのです。家族といえば、イエスは人の家族の一員としてこの地上に来られました。このことについて少し考えてみましょう。イエスが天に戻られた時は33歳で成人でした。神がイエスを地上に送られるとき、神を望まれれば、33歳の大人として送ることも可能でした。けれども神はそうすることを選ばれず、一人のマリアという乙女を見ごもらせることを選ばれました。ある意味、イエスという神からの手紙を入れる封筒として、マリアを選ばれたと言えるかもしれません。聖霊なる神は、マリアを受胎させ、マリアは人間イエスを産みました。つまりイエスは、初めや終わりのない永遠の神であられましたが、人のご性質を取られました。人の姿を取られたのです。このことを受肉と言います。イエスは男と女からではなく、一人の処女と聖霊によって生まれました。イエスには全く罪がありませんでした。罪のない、ただ一人の人間でした。少し横道に逸れたかもしれませんが、イエス・キリストは、人の家族という環境の中に来られたことをはっきりさせておきたかったのです。イエスは赤ん坊として地上に生まれました。興味深いと思いませんか？赤ん坊は自分では何もできません。自分で物を食べることすらできません。火事があっても、何があっても、自分で自分を守ることもできません。立って逃げることなどできませんから。赤ん坊には世話をする親が必要です。神は家族という共同体の中で、夫と妻が子供を設けるようにされたのです。出産というのは奇跡的です。神は、男と女が小さな人を作り出すという働きに預かることができるようにされました。これは素晴らしいことではありませんか。さらに神は、家族に関するもう一つのご計画をお持ちでした。それは、キリスト教会を神の家族とすることです。エペソ人への手紙に、神の家族であるキリスト教会について書かれています。神がこの家族の頭です。エペソ人への手紙全体を通して、このことが語られています。もう一度、地上の家族の話に戻りましょう。家族の間には、需要があるべきです。受け入れられているので、自分であることができる家族。父親や母親から愛され、ぬくもりや思いやりがある家族。家族はそのようであるべきです。次のことを考えてみましょう。小学生の子供が成績表をもらって帰り、それに1が付けられていたとします。みんなでその子を叱ったり責めたりしたらどうでしょうか。どうしてこんな成績しか取れないのか、どうしてこんなバカな子になったのだろうか、とうとう言われることは、その子にどれほどの傷を与えることでしょうか。その子が勉強に集中できないとか、宿題をしようとしないのなら、何らかの手助けが必要かもしれません。私は最低の成績をそのまま受け入れて、その子に期待しないようにと勧めているのではありません。けれども、その子が一生懸命に努力をした上での結果を受け入れるべきだと思います。それを親は喜び、神を賛美すべきです。また子供たちを比べるのはやめなければなりません。子供たち同士を比べることは大変な害になります。スポーツの得意な子供がいれば、勉強の得意な子供もいます。家族の中では、一人一人の子供が、そのままで受け入れられるべきです。何かを成し遂げようと頑張っていたら、褒めたり励ましたりしなければなりません。
家族の中には愛がなければなりません。家族の中には許しがなければなりません。これはとても大事なことです。家族の中で許されることで、他の人を許すことを学びます。このことは、教会にどう当てはめればよいでしょうか。未信者が教会に来るとき、自分は受け入れられていると感じることが大事です。誰であっても受け入れ、歓迎しなければなりません。ぬくもりや親しみがなければなりません。言い争いや喧嘩や騒動があってはなりません。一致や平安や愛がなければなりません。何よりも愛がなければなりません。イエスは、もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのですと言われました。クリスチャン同士は愛し合い、許し合います。教会はそのようであるべきです。未信者が助けや慰めや希望を求めて教会に来るとき、愛のある教会の中にそれを見出すことができます。受け入れられ、許されるとき、慰めや希望を見出すことができます。素晴らしいことではありませんか。このようなわけで、神はクリスチャン家族を望まれ、キリスト教会が信仰者の家族であることを望んでおられます。家族はとても大事な概念です。家族のことについて考え、ペテロの手紙第1、3章を読んでいただきたいと思います。この章は、家族について理解するのに大きな助けになります。The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには、神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ、神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。
The Word Today。 この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレーダー牧師です。説教者や教師が必ず真理を語るわけではないと聖書の中で警告されています。いくつかのタイプの偽預言者がいます。そのいくつかをさっと見てみたいと思います。それからその中でも特に差し迫った危険だと私が捉えているものについて少し詳しく説明します。今日のキリスト教会にとって危険だと考えています。偽預言者として分かりやすいのは世界の終わりを予言する人たちです。世界がいつ終わるかをあらかじめ告げることのできる者は誰もいないと聖書は明確に語っています。私たちは時の印を見なければなりません。世の終わりは近いことを理解しキリストの再臨に備えていなければなりませんけれども、世の終わりはいついつだというようなことは全くのナンセンスです。そのようなものは偽預言者です。私が非常に危険だと捉えているもう一つのタイプは、いつも警告をしたり、脅したりしている人です。そのような話を聞き続けると、精神的におかしくなりかねません。もしあなたがそうしていたら、気をつけてください。悪魔から得られます。これは、何でも共産主義だと言って糾弾しようとしたマッカーシズムのようです。例えば、ゴミを時間外に出している人がいたら、おかしい、何かあるぞ、と勘ぐることに似ています。大事なことは、恐れは神からの動機ではないことです。恐れは、サタンが入れてくる動機です。サタンはあなたが恐れ、希望を失うことを願っています。希望を持たせないようにしようとします。恐れや神の裁きを解き、神はあなたを退けた、あなたはもう終わりだ、などという人は偽預言者です。私が少し詳しく説明しますと言った偽預言者のことに移りましょう。それは、繁栄の福音を説く人です。これは今日のキリスト教会にとって大変危険です。ラジオやテレビなどで語られる、そのような偽教師たちの教えを受け入れる人たちがいます。彼らは言います。神はあなたがお金持ちになるのを願っておられます。あなたは王の子供です。王家の人間らしく、高級な服を着、高級車に乗り、豪華な御殿に住むのを願っておられます。そのために必要なのは信仰です。そして彼らの意味する信仰の定義を語ります。彼らは、与えることと受けることには相関関係があると、御言葉を用いてあなたを説得しようとします。例えば、マラキ書3章10節です。彼らはこの箇所をいつも用います。実際この箇所はとても大事です。私もこの御言葉をよく用います。この御言葉は素晴らしいと思います。神は私たちを祝福することを願われ、私たちに良いものを与えたいと思っておられることが書かれています。その通りです。けれども、偽預言者たちは、あたかもあなたが大金を彼らの宣教団体に献金すれば、神からの報いを得られるかのように語ります。彼らは世界宣教や、貧しいインドや中国の人々への宣教を伝えることについて語りません。インドや中国の人々の救いについて語りません。そのような人々は、彼らに大金を献金することができないからです。また、お金の危険性についても語りません。お金はあなたにとって大きな害になり得ることを神はご存知です。聖書は、金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですと言います。お金や物を貯めるだけ貯め、それを捧げる必要はないと考えるのは全く間違っていますし、聖書的ではありません。あなたはもっとお金持ちになるべきだと思います。いや、
あなたは自分にもっと優しくあるべきだと思います、などという言葉を聞いたら、疑いを持ってください。おそらく彼ら自身が贅沢な暮らしができるように、献金を募るための語りかけでしょう。彼らの名前をここで挙げる勇気はありませんが、誰であるか見当はつくと思います。アメリカにもいます。彼らは大変贅沢な生活をしています。自家用飛行機や高級車や豪邸を持っています。そしてあなたもそのような生活ができると言おうとしています。あなたにもう少し信仰があり、私たちに多くの献金をすれば、神はおそらくあなたを祝福し、このような生活ができるようにしてくださいますと。このような教えは全くの間違いです。残念なことです。多くの人たちを惑わしているそのような人が御言葉を取り次げないように神がしてくださることを願います。マラキ書3章10節を正しく理解しましょう。この御言葉は献金を捧げることを惜しむクリスチャンに対して用いられるべきです。神が恵みとして与えてくださっているものを用いて、神に仕えようとしていない人たちに対して。神はすべての良い贈り物を与えてくださるお方です。私たちが持っているものはすべて神から与えられました。私たちがその一部を神の国のために用いることを神は願っておられます。その最も効果的な用い方は、宣教を伝えることでしょう。もちろん他にも様々なところで用いる必要があります。キリスト教の孤児院を支えたり、身寄りのないクリスチャンを支えたり、困っている人たちを支えたりしなければなりません。このことは聖書にはっきりと示されています。また、キリスト教の大学等、キリスト教教育のためにも用いる必要があります。けれども、捧げられるお金は何よりも大宣教命令に従って用いられなければなりません。神が神の教会に与えられた一番大事な命令は、人々の救いのために福音を世界に伝えることです。イエス・キリストの救いの知らせを全世界に伝え、イエス・キリストは救い主であることを人々に教えるという一番大切な目的のためにお金の多くを用いるべきです。クリスチャンと言いながら、捧げることを惜しむ人、キリストがうちに住んでおられると言いながら、寛大ではなく、犠牲的に捧げることをしない人に対して、マラキ書3章10節は語られています。そのような人は、神を信頼しておらず、神の祝福を無駄にしています。彼らは本当には神を信じていません。本当に信じていたら、神が彼らの面倒を見てくださると知っているはずです。神は私たちを守り、私たちの必要を満たしてくださいます。そのようなことを、マラキ書3章10節は語っています。心から犠牲的に捧げるようにと、この御言葉は語ります。心からの素晴らしい捧げ物をするなら、神は天の窓を開き、あなたが戸惑うほどに、あふれるほどに祝福を注いでくださいます。神からの祝福の用い方をあなたが知っており、神の国の働きのために惜しみなく捧げると神はご存知だからです。同時に、お金を愛することの危険性を語っている聖書の教えを理解することが必要です。お金はあなたにとって罠となり、あなたをダメにすることがあります。自分はお金の影響を受けやすいかもしれないという可能性を考える必要があるかもしれません。お金をどう取り扱うかを知らなければ、神はあなたに多くを与えられないかもしれません。あなたの人生がお金によって損なわれる可能性があるからです。お金の取り扱い方がわからず、お金を人生の中心にするなら、あなたの人生を台無しにしかねません。神はお金を神の国で用いることを願っておられますが、お金を崇拝してはなりません。残念なことですが、富にあまりにも重きを置きすぎている人たちが、キリスト教会の中にもいます。
真の孔子のようにお金を崇拝している人たちがいます。これは大変恐ろしいことです。神は私たちの救いのためにご自分の御子をさえ惜しまずに与えられたお方です。神の救いを買うことはできません。あなたが特定の宣教団体にたくさんの献金をすれば、あなたは許され救われていますと、その団体が保証してくれるのではありません。許しや救いは神からの賜物です。牧師や聖職者が献金をたくさんできない人は一人前のクリスチャンではないかのように感じさせるとしたら大変な間違いです。神は貧しいヤモメの少しの献金を用いられました。新約聖書にこの話が書かれています。金持ちは大金を投げ入れましたが、このヤモメはわずかな金額を投げ入れました。金持ちは有り余る中から捧げましたが、このヤモメは持っているものすべてを捧げました。神は彼女を祝福し、彼女のわずかな捧げ物を用いられました。神は彼女の犠牲的な贈り物を祝福されました。あなたに献金を求められるとき注意してください。正しい目的のために正しいところで用いられることを確かめてください。何よりもあなたの心を点検し、どうして捧げているかを考えてください。神の許しや恵みを得るためではなく、神を愛し救いの知らせを世界に伝えるという命令に従って捧げるのです。世界宣教が一番の目的です。イエスの救いの福音を全世界に届けるために与えられている一部を捧げるとき、神は私たちを祝福してくださいます。The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ、神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。
31メーターバンド、周波数 9910kHz の私たちの特別な DRM 短波放送をお聞きいただき、ありがとうございます。これらの DRM プログラムは、毎週土曜日、協定世界時、11時30分から12時まで、日本のリスナーの皆様へ向けて放送されます。周波数を合わせて定期的にお聞きいただき、SNR の詳細、音声や動画の記録、その他受信情報などについてのご意見を ktwrdrm@twr.org までお寄せください。こちらは TWR、KTWR、アガニア、グアムから世界に向けて希望の声をお届けしています。